九百六十年頃の東京都庁舎、東京都庁が描かれていた東京都収入証紙、東京都交通局誌の呑め庁舎東京都教職員、研修センター警視庁警察学校東京都庁は、地方公共団体である東京都の行政機関。主張は東京都知事。東京都庁は、一般行政職だけでも一万九千八百九十二人、消防理員、公営企業、 行政委員会、学校教職員、警察官までを含めると、総計17.4万人もの職員を抱える巨大な組織である。道府県と同様の市町村を包括する広域の地方公共団体としての事務を処理するほか、特別区に関する連絡調整事務、そして本来市町村が処理する事務のうち、東京23区内の大都市地域における行政の一体性と、 統一性の確保の観点から、当該区域を通じて一体的に処理することが必要である事務を行っている。近年では、過去幾度の地方自治法の改正により、数多くの権限が特別区に移譲され、特別区の自治権は、多摩地域、当初地域の市区町村並みに拡充される方向にある。その一方で、消防、浄水道に関しては、過去に、 独自の組織を持っていた多摩地域の各市町村の多くから都へ業務を移管し、23区と同様に東京消防庁、東京都水道局による運営となったのも存在する。なお、保健所業務は保健所政令市に移行し、独自の保健所を持つ八王子市、町田市以外のすべての市町村を担当する。23区においては、それぞれの区が保健所業務を担っている。 都の収入のうち都税収入は例年7割近くを占め、他の道府県と比べ自主財源の割合が高い。大企業をはじめ東京都に本社を置く企業が多いため、都税収入は法人2税の動向に大きく左右される。財政は1998年度決算で1068億円の赤字を出し、財政再建団体への転落が懸念されたため、1999年度に 財政再建推進プランを策定。職員定数の削減などを進め、さらに好調な企業収益などにも後押しされ、2006年度決算では実質収支で1366億円の黒字となり、最悪の状況からは脱した。しかし、リーマンショックの影響を受けた2009年度には、都税収入が全年度比約1兆円の減となるなど、不安定な状態が続いている。 また、都の業務の性格から、本来資税であるもののうち一部は、都が徴収する。特財政調整制度により、固定資産税、市町村民税の法人分、特別土地保有税の収入額の55%を、財源として、基準財政需要額が、基準財政収入額を超える国はその差額が、財政調整交付金として、各特別区に配分される。さらに、 調整制度とは別に、都市計画税も特別区でなくとが徴収し、それを財源として、特別区の行う、都市計画を円滑に進めるための交付金である都市、計画交付金もある。主として、人事委員会の採用試験によるものと、つぼね独自の採用選考によるものに対別される。職員の移動は、おおむね3年を目安にしており、大島市長、三宅市長、八条市長、 小笠原市長など、当初の事業所を含めて、局内移動もしくは、局間移動が行われる。局間移動は、監督職以上だけでなく、一級、職、二級職承認時の前期、または、後期、町内公募成人時に採用された場合に行われる。移動希望は原則として、自己申告制度により行う。採用及び承認については、類に関係なく、 競争試験によって行われるという独特なシステムをとっている。学歴に関係なく平等に承認の機会が与えられている。一般行政系職員では採用から数年後に主任給食専攻の試験の受験資格が得られ、これに合格すると主任になる。その後、課長代理、統括課長代理と専攻により承認していく。 主任試験の受験資格を得られる年数は、I 類 A、I 類 B、2類、3類と採用区分により異なるが、それ以外に採用区分ごとに差はない。採用区分による違いは、キャリア活用採用を除き、資格を得るまでの必要経験年数の違いだけである。その後、主任、課長代理は、在任年数によりそれぞれ A、 B の選考種別の管理職選考の受験資格がある。なお、選考種別 C は2008年度の実施をもって廃止され、選考種別 B に統合された。表示をクリックすると一覧を表示する都庁組織は2020年6月8日更新の東京都公式ホームページによった。なお、議会局は議決機関である東京都議会の下に置かれるが、 自動等の取り扱いについては、知事部局等の局相当組織とほぼ同一に扱われる。組織図。ありがとうございます。